関して、ね、言及させていただきたいかというと、国際ロマンス詐欺に関して、またちょっと言及させていただきたいと思います。ここ最近ですね、国際ロマンス詐欺、昔からそうなんだけどね、昔からか。で、ここ最近特にね、自分の周りとかで結構そういうメールとか出回っててね、詐欺に遭ってしまった人も最近ちょっと昨日聞いたんです。この件に関してはまたね、詳細をお伺いして、その後に、こちらでも発信させていただきたいし、雑誌に申し込みという形で国際ロマンス詐欺に関してはやりたいと思ってます。で、今回は視聴者の方からいただいたものということで、いろいろやり取りしてたということでね、いただきました。まあ、いわゆる国際ロマンス詐欺って何ぞやって初めて聞いた人もいるでしょう。その中の国際ロマンスって、ロマンス、まあね、いわゆる恋愛みたいな感じをしたって、その中でうまくお金を引き出させて、送らせてっていう面白い人になるっていうパターンなんです。例えばね、アメリカ軍の軍人だとか、アメリカ軍の医師だという名乗って、その中で退役軍人で今はやめて、これから日本に行って商売をしたいと。そのためにはもちろん資金が必要なんだけど、日本にまず外国から送らないといけないと。その中で、送ったんだ、でやり取りしていくね、どん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 ね、その中でいろいろとね。で、下手すればそのメールのメッセージだけじゃなくて、さらにはチャットみたいなので、まあ、演出してやるっていうこともあるらしい、最近はね。その中でだん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 その相手を、ね、本気にさせて、信じさせて、さらには、ものによっては恋愛感情を持たせて結婚しようとかいうふうに言ってね、それに引っかかってしまう、いわゆる日本、まあ、これ世界各地で国際ロマンス詐欺って起こってるんだけど、いろんなところ調査させていただいてると、日本だけじゃなくてね、日本においてはだいたい40代、50代、60代、まあ、いわゆる結婚適齢期を、ね、逃してしまった、日本人女性をに目を向けて、その中で甘い言葉で誘って、結婚しよう、それに本気になっちゃう、ね、会ったこともないのに結婚しようって決めちゃう人もいて、びっくりしたんだよね、50代の女性でいたんで、実際に一人調査させていただいてね、その中でそういう甘い言葉でやって結婚しようって信じ込まして、その中で何やかんやお金を引き出していこうとする、やるのがあるわけです。これは例えば額で言うと数十万円から数百万円、多い人で、ね、1000万以上取られたっていう人も話を聞きました。なので絶対そのね、振り込みとか、ね、会ったこともないのに振り込むとか、ね、絶対やめてほしいんだよね。普通自分は絶対そんなこと会ったこともない人間にお金を振り込むって絶対しませんね。ここに関しては詐欺とか情報商材詐欺とかね、いろんなところで、今まで発信して追ってきて、メディアにも意見協力、執筆などさせていただいている身ですので、その中で常々注意喚起させていただいている立場としては、絶対そんなことはしちゃダメだってお伝えさせていただきたいと思います。で、今回はね、アメリカ軍の女性軍人を名乗る相手ということで、いてということでね、その中で、なんか LINE で、ちょっとまあその方はね、まあ、よく詳しくは知っていた、まあ、ある程度知っていたんで、まあ、あえてね、その情報を得るためにということで、インスタのメッセージで LINE にアクセスしてと言って、LINE の検索ガイドを教えられたということで、その中で、自分は家族で今イラクのバグダッドで大変な仕事をしているから、退役がすぐなので安全な日本に住みビジネスをしたいと言って、うさんくさいと思いながら LINE を続けてましたが、昨日、ということで、まあ、その中でちょっと LINE のやり取りかな、これちょっと、これからお見せしたいと思ってるんだけど、どういうふうにやるか、これうまくこういうふうに文言を言ってってお金を引き出させるんで、例えば何か送ったんだけど途中のどこどこの空港で経由地引っかかっちゃったから国際送金で、ウエスタンユニオンか何かで送ってくれ、何十万送ってくれ、何百万送ってくれとかね、そういうので送った後にもう音信不通になるんでね、でそれで結局泣き寝入り状態になるっていうのがありますので、このちょっとね、この文章、まず見ていきます。で、こんな感じでね、文章が出てます。これ視聴者の方からいただいた LINE でのやり取りですね。で、これちょっと文章読ませさせていただきたいと思います。この白い部分が、この詐欺師からの文言です。で、悲しい思い出があります。どのように私は、願っています。私は親を持ちますと、私は親を持ちます。私には両親がいません。ちょっとおかしいよね。だからこれもう全部見ていただいて、いかにもこれ翻訳機を使ってね、翻訳ソフトを使って訳してるなっていうのは丸分かりなんだけど、私は孤児です。車の恐ろしい事故でね、両親を亡くしましたって、まあ交通事故ってことでね、まあすごく翻訳のねソフトだなって感じがします。私は両親の中で唯一の子供、まあ一人っ子ってこと。私は孤児の、家庭で育ちました。私の過去を思い出すたびに悲しく感じます。その中で成長するのは簡単ではありませんでした。両親なしで成長するのはとても難しいです。しかし私はね、過去を忘れなければなりませんでした。
新しい人生を始める、過去を忘れる、私が今欲しいのはそれだけです。あなたは2位の、兄弟持ってますかということで、ね、その後、まあ、あの少女さんが返信してるんだけど、またその後白い分ところね、あなたは自分の世話をする必要があります。健康は非常に重要です。私のような女性と話せてとても幸せです。あなたは良い心を持っています。直接会ったことはありませんが、私の、心は温かい人だと教えてくれます。私は今、制御室にいます。これはコントロールームの外観ということで、イラクのね、イラク軍に、いわゆるそのイラクに行ってるアメリカ軍兵士というふうに自称してるんだけど、嘘だよねこれね。まずこんな感じで軍隊、軍人がね、このような形で見せることできませんからね、機密事項ですから。しかし私は私のベースコントロールームにいますということで、私の友人、私の写真を、共有しないでください。あなた自身でそれを保ちしますと。私は、戦争ゾーンにいますよ、そしてそれはここで安全でありません。私はあなたに私の写真を送信しなきゃならなかった理由であるあなたを信頼します。私を失望させないでください。人生はここでね、戦争ゾーンは危険です。人生とはプロパティは毎日破壊されていますと。私は安全でなければなりませんと。で、そこでね、まあ、はい、してる。私はこれが唯一の私たちの、両方になりたい。何についてあなたのいいとこの兄弟あなたのお尋ねし、どうやって手に入れたのって。全部これ多分ね、翻訳ソフト使ってる感じですね。あなた落ち着いて私に耳を傾けます。大きな金額ではありません。また金属製の箱にね、パッケージ化されていると。これあなたに配信され、急なドアで。おかしい文章だよね、これ。あなたは、私はあなたの詳細を確信します。送信します。私はパッケージ登録を有効に、会社が日本に到着したら、あなたはそれを、もらうためにあなたのいいとこを求めることができます。で、その詐欺に関して、まあ、言及してるんだけど、あなたは心配することは何もありません。同社は登録のための受信機の、詳細をね、必要としますというふうに言ってます。まあ、こんな感じでね、出てるんだけど、で、この次の文章ね。で、次にこちらの文章ですね。見ていただくと、私はイラク政府から受け取った現金報酬のためにという、私はここで現金を、運ぶことができません。軍事基地でということで、現金をどこに保管するかを考えていますということで、あなたが私の、頭に浮かぶのはあなただけです。私の頭に浮かぶのはあなただけですとね、現金と、軍の書類を同封してパッケージして届けします。日本で会うまで安全に保管してください。あなたは私が日本にいる唯一の友人や、家族です。いつも、幸せになってほしいです。私はあなた、現金のね、報酬と軍事文書を送りますので、あなたはそれを安全にね、保管することができます。私は日本に来て新しい家を買って、お金でね、良い生活を始めるようにしますということで、これ私のパッケージの画像ですね。写真があるわけだけど、こちらのイラクから日本への荷物の発送方法に質問しましたが、信頼できる配送方法ということで、こちらのイラクから、信頼できる配送会社が安全に配送できるようなことだったということです。だから今私はあなたに、私にあなたの住所、を、提供してほしいので、私は私に医療品を与えるために赤十字の助言を与えますよ。安全に対処するって意味わからないよね。これ、ね、いかに詳細をということで、名前とか住所とかメールアドレスとかね、LINE ID とか郵便番号とか空港とかね、まあいろいろ書いてあるわけだけど、そこのところでね、あります。で、まあ、この方が、まあ、他の友人の住所で、まあ、知ってるんだけど、あえてこれちょっと流してね、うまくやってたんだけど、友人の住所で大丈夫ですかという形でやってるんだけどね、理解しました。あなたはそれを理解しなければ、あなたは私が私の人生で今持ってるウイルスの希望でパッケージを失いたくない。私はあなたを信頼していることを理解したい。これは私がパッケージをあなたに送らなきゃならなかった理由、がっかりさせないでくれ、ということで、理解してほしい。あなたが私が信頼する唯一の人であるということ、ということで、私は誰も信用してません。私はあなたのいとこを信用しません。お願いします。がっかりさせないでくれと。あなたは私が今持ってる唯一の希望です。会社に必要なのは自宅の住所だけですと。自宅のね。彼らに私のパッケージあなたを完全に届けさせることができますということで、さっき言ったのがまた出てきて、そこでまあ、やりとり、していたわけだけど、ここでまあ、ずっとまたね、あなたは私は持っている唯一の信頼できる友人、また私は、ね、それに誰も言わないので私はしません。あなたはパッケージが私の人生であることを知っておく必要があります。あなたは私が私の、到着前にそれだけ言っておることができます。あなたの言うとこに言うのは良い考えではありません。私はあなたに言ったので、あなたの返還は唯一の双方と秘密でなければという面白い文章だけどね、ほんとこの意味わからないこの翻訳機の文章なんだけど、こんな感じでね、今、やり取りしてるということで、いわゆるこの画像を見ていただいて、お金を送金するからそれを受け取ってほしい。そのためには、まあ、住所が必要ってことを言ってるわけです。
で、この後に続きます。で、これが最後の文章です。やり取りということで、この中でまあそんなね、この視聴者の方はそんな大金必要じゃないよと言ってるんだけど、私はこれが唯一の私たち両方になりたいですって意味わかんないんだけど、まあ何についてあなたのいとこの兄弟あなたの尋ねます、どうやって手に入れたのという、まあいとこにというふうに言ってるんだけど、あなた落ち着いても私耳を傾けます。大きな金額である、また金属製の箱にパッケージ化されています。これはあなたに配信されますということで、併用なドアでということで、あなた私のあなたの詳細を送信します。私のパッケージの登録を有効にします。会社が日本に到着したら、あなたはそれを拾うため、あなたのいとこを求めることができます。あなたは心配することは何もありません。同社とは登録のための、受信機のね、詳細を必要としているということで、会社は私のパッケージの安全性を、保証します。あなたは残りの部分保証を、心配することは何もありませんと。今あなたは私に詳細を送ることができます。それは日本に到着したとき、同社はあなたに電話を与えるだろう。わかりますか？あなたは私にあなたの詳細を送信します。私のパッケージの登録を有効にしますと。あなたはね、私が日本に持っている私は唯一の友人です。あなたは私にあなたの詳細を送信します。会社が日本に到着したらあなたはコールを取得します。あなたはそれを拾うためにあなたのいとこを求めることができます。で、これに関してまあ拒否しているわけだけど、OK、登録と手続きを、可能にする詳細を持っています。あなたは私を助けるつもりですか、否かという。で、結局も断ってたけど、どうもありがとうございます。さようならって思ってるんだけどね。まあ、これで終わったんだけど、まあ、いかにももうね、この Google の翻訳とか翻訳機ソフトを使ってやったっていうのは分かりやすい文章だなって感じはするんだけどね。まあ、これに騙されてしまう人も少なからずいて、これを受け取るために結局お金が必要だから、それを振り込んでくれって言ってお金を取られちゃうっていうのが、オチなんですね。これがまあそういう詐欺なので、ぜひ皆さんね、気をつけていただきたいかなって感じは、します。まあこんな感じですね。こんな感じということで、普通に考えてこれで怪しいと思えないとダメだと思うんだ。これ騙されちゃう人もね、例えば100人いたら1人ぐらいいるのかな、いや1000人いたら1人ぐらいかな、その割合でいるので、十分やっぱり気をつけていただきたいと思います。だってまず会ったこともない人間にお金を渡すとかね、そういうのもおかしいと。だから詐欺師たちからすればいいかも、おバカをねつってね、そのまま、お金を釣り上げて、お笑ってる限りは笑ってますから、皆さん本当に気をつけてください。ということで、周りでね、皆さんが遠くんじゃなくても周りでこういう話を聞いたら絶対注意して、ね、やめさせてください。ということで、今までね、こういう相談が10人ぐらいあって、それは詐欺ですって言って、やめてくださいって言って、やめさせたってあるので、それがやっぱり重要かなって感じはしますので、どうぞよろしくお願いいたします。こういった問題に関しては、もし逆にね、また引っかかった方、詐欺に引っかかってお金を取られた方がいらっしゃったら、その実体験を教えていただきたいと思ってます。ぜひ連絡いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。